待たせたな。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ひろぎみゆです。今回もコメント返しのコーナーやっていこうと思います。エースポートガス D さんですかね。 BO2 では、フリーフォールかチームデスマッチ、どちらが個人的に好きでしたかっていう話なんですけど、そうだな、個人的にはフリーフォールの方が好きでしたね。まあ動画はフリーフォールよりチームデスマッチ昔上げてたんですけど、なんだかんだ言ってフリーフォールの方がその1対1の打ち合いができやすいので楽しかったですね。喉の調子が悪い。BO3 のおすすめアサルトライフル、サブマシンガン教えてくださいですか。アサルトライフルはあれじゃないかな、 ARK だっけ、あの一番最初のアサルトライフル、あれが間違いなくあれでいいような気がします。はい、あとそうだな、サブマシンガンは、まあ、ガチで強い武器はベータ版の時点ではレイザーバックですかね、が強いんですけど、まあ人それぞれなのかな。でもやっぱりね、レイザーバックは製品版になって弱体化されないといけないぐらい強かったですね。まあ製品版になって変わってるか変わってないかで、ね、また変わってきそうですけど、はい、コメントありがとうございます。スメリーさんね、はい、スメリー様さん、ありがとうございます。結構ね、ジュンアストレイさんですかね、テンション高い皆さん大好きです、ありがとうございます。俺もね、いつもテンション高い動画を撮っていきたいんですが、たまにね、あのね、僕ね、学校暮らしなのに実家暮らしなんでね、母上がねいるとね、あんまり大きい声出すとね怒られるんだよね。だからね、あのテンション低い時は母上がいるんだなと思ってください。お願いします。新しくクランは作らないんですか？新しくクランは多分作らないですね。ワカメックスさん、コメントありがとうございます。まあ、ゴーリークランっていうのを、まあ、知ってる方もいっぱいいると思うんですが、前作って活動していてるんですが、まあ、最終的にね、クランでの新しい活動もなく終わり、まあ、新しいクランを作っても、特にやることもないなと思ったので、新しいクランを作る予定はありません。よろしくお願いします。まあね、結構ね、フライシンさんかな、うん、テンション高いと、コメントいただいてるんで、まあ、できる限り撮るときは高いテンションで撮っていきたいと思います。ね、いろんなコメントいただいてありがとうございます。僕も感謝しております。これからもね、もっと面白い動画撮っていけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、動画の方やっていきましょう。はい、ということで今回実況撮っていきましょう。ちゃちゃちゃステージはストロングホールド、チームデスマッチ、アナイアレーターっていうね、やつ装備してきました、スペシャリスト。で、武器はシェルバっていうの、このセミオートね、これめっちゃ遅いんですよ、びっくりした。俺使って、え、こんな遅いのあるってなって、で戦い方をちょっと考えてみたんですね。この武器は多分ね、危ねえ、センテックス、この武器は多分なんですけど、狙われてた、多分だけど、ね、ガン攻めする武器じゃないんだよね。どっちかっていうと定点しながらしっかり敵を見ていく、そんな武器だと思います。あ、危なっ、リロードはかっこいい、いますね、こういう武器だ、きっとこういう武器なんだ、この武器は、このね、しっかりと立ち回っていく、そういう武器だと思います。だってこの武器遅すぎて急な出くわしで絶対勝てねえもん、自信ある。これファルトは違うのだよ、ファルトは
本当にやばい。一歩一歩踏みしめてしっかりと、ね、戦っていく、そんな武器だと私は思います。来ないな。よし、こっちから回っていこう。ここ正面見て中に入って、よいしょ、来るかな、来てほしい、できれば来い、カモンカモン、来ない。よし、裏取っていこうかな。ほら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 、これですよ。びっくりするだろ、本当に打ち勝てないんだこの武器は。なので的確にしっかりとね、しっかりとしっかりと本当にしっかりと立ち回る武器だと俺は思いますね。よし、上だー、上は無理ー。いやでもこういうプレイ結構俺好きなんですよ。しっかりね、一歩一歩噛み締めて戦うこのスタイル、俺嫌いじゃない。お、ついにロマン武器っぽいのが、チチーン、チチカシャ、かっこいい。お、つえ、うわ、つえ、かっこいいし、つえとかマジ誰得武器これ。うわー、強い、やばい、やばい、うわ、めっちゃ強い、やばい、強いしかっこいい、マジやばい。これ多分製品版でもこれ使うかもしれん。よし、行くぞ。やべ、リボルバー超かっこいいんだが、俺のリロードはレボリューションだ。はい、しっかりねクリアリングして、ゆっくり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 。あ、こっちにいるね。敵に追われてる気がする、追われてるから、よし、あー、まだいたー。いやーでもね、実況的にはねすごいクソつまんなくなると思うんだけどね、この立ち回りは嫌いじゃ。危ねえ、危ねえ、いや、今のは奇跡です。うわうわうわ、いやーきついな、やっぱり本当に急な出くわしに対しての リカバリー能力が。コンカッション当たりましたね。もう一発、もう一、もう、あ、やべ、当たってんな。こっちなんだよ、いるね。ちょっと戻ってチラッと顔出して、最悪伏せて、バレましたね。いけませんねこれは。危ねえ、よし、もうこういうね立ち回りじゃない多分勝てないね、この武器は。うわー、そっちか、来ると思ったんだが、来なかった。しっかりとキルを取っていく、そういうスタイル楽しいですね。 SMR より遅いからね個人的には。もう、うわー、こういうことですよ。もう無理し突っ込むとすーぐこうやってやられる。そのためにもね、このリボルバーみたいなね、あれは相性がいいと思うんです。私、攻めたいときはあれを、いざというときのときに温存しておいて、攻めたいときはあれを使う。ハンドガンのような取り回しの良さで一気に敵をキルできるか。うわあ、一体しか対応できない、遅すぎて難しいな。やばい、やぶねー、味方ありがとう、本当ありがとう、助かったマジで。いないな。おー、勝った。俺何もしてなくないか今回。何もしてねーけど、ポイントはちゃんと稼いでたな一応な、うん、お、これでよく勝ったね、ナイス。はい、ということで、今回はセミオートの銃を使ってみました。とても難しいです。おすすめは絶対にしません。お疲れ様でした。また会おう。